ルートビヒ3世は、東フランク王国の国王、バイエルン王、ルートビヒ2世と出戦がうはくベルフの娘、エンマの次男、若王と言われる。876年8月に、父ルートビヒ2世が死去、兄カールマン及び弟カール3世と共に、父の医療を分割し、ルートビヒは、フランケン、チューリンゲン、ザクセンを継承した。 同年9月にしフランク王シャルル2世は帝国の統一を目論みアーヘンを吸収ケルンを拠点にルートビヒの領地へと兵を進めたが3兄弟はルートビヒを中心として連合軍を組織し10月8日アンデルナ派の戦いでシャルル軍を破ったまた879年の西フランク王ルイ2世の死後起こった継承争いに介入し880年の リブモント条約によって、西ロレーヌの獲得に成功した。さらに、880年に兄カールマンが着室こなく死去したタメバイエルンをも獲得し、広大な王国を形成した。しかし、879年頃より、ノルマン人の侵略を受け、880年へのーのティメオン近郊では、勝利を収めたものの、当時ルートヒは病床にあり、コブレンツや、 トリーアなどが略奪を受け、ノルマン人との戦いにおいて、義兄弟ザク戦校をブルンタ多くの家臣らが戦死した。882年、ルートィヒは男子後継者なく死去、東フランク王国は弟カール参戦により再び統一された。ザク戦校リュードルフの娘リュートガルトと結婚したが、着出の男子は創生した。以下の諸子がいる。ありがとうございます。